それは千鳥ん。わコーデのあるのよかったよ。ありがとう。超緊張したんだからもう死ぬかと思ったよ。願いをの時にもう吐きそうになってた。願いで吐きそうになった。死ぬって。髪型かわいい、ありがとう。バイバイ。あ、腰出す。これどうやって見分かすの？マジっすか。これをコードにつなげて、うん、この、この中にまず水入れるっす。あそこの、え、飲めんの？その水。飲めます。あの、あったかくなるんで。あの、お湯には何でも殺菌という効果があるんですよ。おお、学んだ。学んで。よっしゃ、コップ出しましょう。あ、あったかいやつですよね。これ誰か使ったけど、使ったけどはちょっと当たり前すぎて。だって濡れてるよ、ほら。あ、洗ってるんですよ。いいの？いや、そのまま普通に水入れて。テフロン買わなきゃいけんくなっちゃう。この水？そうそうそう。嫌なら買ってきましょう。嫌なら買いましょう。あるよ、自販機あるよ、そこに。いいよ、自販機。しぶしぶマンだ。やべえな。ありがとう。はじめまして、ポコちゃんと申しまして。ポコちゃん、やっぽ、はじめまして。レイさん、こんばんは。前髪あれ、かわいい。お、嬉しい。最近ね、なしばっかしだったからね、ありの方がいいですかね、やっぱり。切りたい欲がすごいんです。ちかちかさん、こんばんは。ポコちゃんでいいよって。あ、ポコちゃん、お迎えしました。ありがとう、ポコちゃん。あのセクシーな服と期待してしまったらって、セクシーな服なんてあったっけ。セクシーな。今日はけん玉の日。あ、そうなの？初めて知った。けん玉の日。あ、若そうになってるですね。合ってます、合ってます。そのまま放置して、多分保温に光っ、うお、大丈夫そう。保温に光ったらもう沸いてます。みずきさん、ついにありがとう。はるぴょん、おはようって。おはよう。いや、今日何時までやろうかな。ここちょっとこの後お湯を買いに行くんで。お湯を買いに行く。買うな、買うな。ちょっとね、寝るだけなんだけど、一旦早めに終わらせたいなって思ってるんで。23時。今何時ですか？今23時33。じゃあ45までやります。おい、お願いします。頑張って。マーマレードの日でもある。マーマレードって何？ちょっと分かんない。マッチさん、アルペ、おはようって。おはよう、来てくれてありがとう。5時半に起き、5時半起きで知らずに寝たら今起きた。だってやばすぎ。5時半起きはつらい。ただもっと早いわ、明日。しんどい。マイカちゃんだって。おー、よく声で、はるくまちゃんですね。すごい。わかりました。お、今日はアホ2人かって、モンタさんも。違います、1人ね。1人今配信してる方がアホ。この人1人。逆です。だって沸かし方もわかんないんだよ。今覚えたし。会話がアホでした。すいません。チキンラーメンもらったはんだ。特に多くもらっちゃった。何個もらったっけ？4つもらったはんだ。荷物じゃん。そう、今ボロボロ、多分。中でボロボロ。マイカさんと一緒にいます。まだ分かんないの？分かんない、そんな早くないです。5分ぐらいはかかるって。これ持つの？いいよね、こじゃんだ。じゃあ今ならワンチャンあったかいぐらいか。猫舌ポット作ってほしい。猫舌ポットとは聞いたことないんで。パパさん、こんばんは。あれだった、潔癖症だから。つわかママなんだか。本当だよ、たまには前だ。あ、本当だから。そんなに私は長くしようと思ってないんです。こんくらいまで長くして、無理だな、前髪作れないや。ここまで長くしちゃったらさすがにこの距離は無理だわ。今でもこんくらいで、こんくらい短くできてるんです。
最強じゃない。でもここまで伸ばしちゃったら無理かな。前髪作りたいねでも時々は。だから今がワンチャンベストなのかもしれない長さ的に。28分から開始了解です。だから45分ぐらいまでやろうかなと思って。今日春菜のデジ3名欲しかったけど今そこにいる人にバレるからやめた。あダメだぞって今言葉にしてないけど言ってます。ダメだぞ。マイカ様何時からだって。マイカ様これ終わったら。そうだね、終わったらやる。これ終わったらちょっとしたらやりますっていうことです。あいこ丼食べたいさんこんばんざい。あめっちゃ噛んじゃったごめんね。食べたいさんこんばんざい。ね聞いたら2日連続で夢に春菜出てきた。嘘でしょ。何やどんな夢見てるの。大丈夫。嬉しいやん。ちょっとイチャコラしてんじゃないの。嬉しい。でもありがとう。どんな夢聞きたいよ。ちょっとちょっと聞きたい。夢の動画送ってもらって。ママレードジャムにして。ジャムか。ママレード今覚えたし偉そうに言うな。さあアホなんでしょうがないです。大丈夫ね。聞こえてないと思うけど大丈夫。何私のこと違う違う全然。ねえまだ開かない。まだですよ。あと5分待ってください。ずっと5分から変わんない。さっき5分だったじゃん。あと3分ぐらいじゃ待って待って。カップラーメンを我慢すればいけます。やっぱり普段はジーヤがお湯を沸かしてるんだ。だって絶対そう。いや会いたくなっちゃう。なら氷で食べなさい。猫舌だからね。ほんとそう。ねえまだなの。さすがにさ遅くない。ちょっとこれ古いやつだから古いよ絶対、うん、だってなんか沸かす。あでもお湯のジージジって音聞こえる。ジージジージさんだけに。ごめんよ止まった。ほらうわ、うん、全力の音。テフロン全力の音。テフロンの嘘。イフライパン。ティファールでした。明日東京に春菜がいると思いながら都内行ってきます。おわ素敵やん。嘘楽しんでね。ありがとう。行ってらっしゃいやです。ありがとうございます。ティファールではないの。なんかね早いやつじゃない。ティファールお湯沸かす系のは合ってるんだけどティファールさんのやつではないです。春菜ごめんなさい。やけばさんごめんなさい。マイカ様に前髪分けてあげてだって。長さはね確かに欲しい。それはねちょっとだけあげたい。ちょっとだけね。これティマール。ティマール誰。ティマールサッカー選手みたいなのいたんだけど今。ネイマール。ティマール。ティマールなの。ティマールっていうブランドではない。絶対嘘だよ。いやお湯沸かす気。お湯沸かす気ってやつ。あいやだからティファールではないのよ。だよね、うん、ティマールかもしれない。どちらかというと。ティファール誰だよ言ったの。あでも沸きそうよ。音が沸きそうよ。そう横浜デートしてただと。わあマジで塩じゃん。塩するしかないじゃん。その夢叶えるしかないじゃん。ジージーさん超絶可愛い。春菜しかありがとう。モンタさん堂々と二人の写メを買いましょう。二人で写ってたらいいのかもしれない。イチャコラしてたかも。金魚の魚の話の続きを。金魚の魚の話は結構もう落ち着いた。結局金魚は金魚だったんだよねって話よね。マジく春らしくありがとう。やはごめんなさい。白いリボンが可愛すぎてなくなったチーズです。名古屋なので明日の埋葬に埋列ください。どういうこと。白いリボンって何。白いリボンって何だろう。白いリボン遠くない。春熊さん私監視家なので。そうねモンタさんマイカさんの監視家だってね。ダメかもしれない。監視家。監視家に置かれてる人でしょ。ヤミミさんチラリ、ヤッホー。
普通にはそれ言っちゃいけないやつ。いや、いいんだけど、これは何書いて出てるってこと。配信21は来るやつ、みんないるやつ、人いる、いるやつです。21じゃなくて、うん、どっかが配信だった。でも本当、うん、これは人いる。21はいた気がする。1と20もっと後半がそうだった気がする。レニーは人入れるっしょ。レニーは入れる。キースタとかは入れないけど、レニーは入れる。あ、でももう猫舌ならありの温度だと思います。いいよ。今日は春なんがマイカ様のお世話係。そうですね、ちょっとね、危なかったですよ。今日も階段ですこげ。この人階段ですってこの練習して、もう本当に危なかったの。大丈夫と思って。下まで来る。そう、もう漫画家のように落ちてたから大丈夫と。春ちゃんの助けてくれた。良かったですね。でも怪我してなかったらしくて。危ない危ない。今日は足ボロボロなんだよ2人とも。ダメだと思って。花が意外と一般常識あるとこわかんないですけど、よかった、一般常識あるんですよ。みんながないとか言うだけ。ない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 、愛の手されてる。金魚の次はティマール。ティマール、ティマールでした。ちょっとね、サッカー選手ですね。あ、そう、似てるやつよ。あ、来たよ、保温になりました。おお。それはアイマール。アイマール、アイマールって何？取っ手ってそういう時に使うもの。シジマール、何それ。夏いだってあるの。ハナは本州の何、最南端かの県は分かるよねって。本州の最南端の県、沖縄。え、違うみたい、違うみたい、笑われてる。最南端だよ。鹿児島、鹿児島、沖縄、鹿児島。一緒のようなもんだよ。一緒だって。ちょっとね、わかんない。2人だと本物の答えは出てこないですね。どこだろう、結局どこだろうって。鹿児島ってどこ。こんばんは、明日は名古屋で。お、タンタンディさん来るんですね。楽しみましょう。ありがとう。あ、ちょっとだけ歌うんで、ちょっとだけってか結構ね、やばいんだったポジションが。歌います、私。あそこの足軽以来のあそこのポジション、もう吐きそうって。ジジさんパスポートいるとこやだった。だったらやっぱり沖縄やね。花が、あ、これの話、はい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 、あれ白リボン、確かに白だったわ、忘れてた。清水エキスパルスの伝説ゴールキーパー、シジマール。知らない、初めて聞いた。紅茶ああやって置いとく人初めて見た。ん、いつもああなんですか。ん、紅茶ってああやって置いとく人ですか。そうなの。いや、自分じゃないですか、今置いてんの。はい、それ。そうです。え、なんかああやって置いとくんですか。知らない、あれ何今。なんかあの蓋的なやつの使い方が分かんない。蓋なのかな、あれ多分だ。え、下じゃない、どっちかというと。嘘でしょ。蓋ってさ、あ、そういう、あ、これのこうやって、うんうん、多分こうかな。あー、こうかな、絶対そうだ。でもこんなさ、ちっちゃいやつ見たことないよ。あるよ。あるよ、一応。あ、こっちだわ。暑いしさ、ポットも暑いけど。ポットは暑くな。ティマール、頑張って。絶対配信時間過ぎてんのよ今。あ、終わろう。どうしよう。やらなきゃ。あ、ちょうどくらいか。やります。かよく。多分ほとんど名前知られてイヤホン耳ですって。名前知られてるか。知ってます。ということ、本名がってこと？本名わかんない。今からタメ口でスタート。え、でも時々タメ口出ちゃうやん、なもう。
絶対使わないっすとか言ってたのにめっちゃ使ってます違うんだよ、なんかほとんど一緒にいたら5日間一緒いたらさすがに出るんだなと思った出ますね、びっくりしちゃった。21の月をゲットした、おーありがとう。ってことはやっぱあれだ、観客です。お腹すいたよ、お腹すいたってみんな持ってきてマイカ様が言ってんだから持ってきてふうかさん土日の課題を家に置いて、嘘でしょ、持ってこないの、本当にやばくない、大丈夫、すごすぎ、ホテル泊まるん結局ふうかさん。そのイヤリングは鼻にしか、あーそのこのでかさはやばいこうなる危なすぎよ。ハナンが言うサッカーの選手ネイマール、あネイマールは知ってる、ネイマールの選手に憧れてる人多い。転んだらおパンツ前回、確かにちょっと危なかった、ちょっとだけマイカちゃん一般常識はノーコメント。マイカさんのある一般常識は確かにないです、一般常識はないですありすぎるありすぎてないのかもしれないじゃん、それないのよそれないのよ。りょっぴんまるさん、おつはるなありがとう、おつはるなんです、来てくれてありがとう。わ、顎外れてる、本州やで、かなもん、かなもん、かな大阪大阪が南、本当に似てる。こんばんは、前髪あるとき、今日前髪あるときです。アホが開き直ったら最強説最強でした今ガッツポーズ撮ってたってことはアホを認めてますので、私は今撮ってない、ガッツポーズを撮ってないってことなの。何言ってるのかな、私はるなちゃんだからアホはそちらです。おかしいな、今ガッツポーズ撮ってた、本州分かってない2人だった。本州って何本州死ぬ死ぬ死んじゃう、危ない危ない、本州って何、何本州、四国神奈川的なやつ。ああじゃあ神奈川じゃん、え分かった、本州は、うん、北海道、北海道も本州、本州違う、東京だけ、え本州って何、だから東京だけで見る、いやそうガチ勢そんなガチ勢なのよ、やばい前髪パリパリすぎてマジで目に入る、今やばいから、うん、今これ5本ぐらい目の中入ってますマジでマジで切りたい。本州は島国である日本の最大の島である、アフリカ？最大の島ってことだから、えだから、え最大の島、あ北海道ってことでもない、確かに最大だったら北海道だ、えでも南だよ、超北じゃない、もう南なの、南って言ってましたよ、じゃあ鹿児島あ鹿児島合ってる、まさか、えそんなことないよ、だってみんな顎外れてたもん、鹿児島って言ってた、えまだいいか、どこでも、どこでもいいよ本州はどこでもいいですアフリカでじゃアフリカだった、本州はアフリカでお願いします皆さん、これからの今日飲めんの、飲めるよ、あとあそこに置いていいんだよ、そのこれ手洗う水だよ、手洗う水を今浄化してるんですよ、あのお湯、お湯としてお湯にして、そのイヤリングは、はい、これ2回目だ、やべえ、こんばんは、こんばんは、本州が分かってない2人でした、みかんさん泣くだって、泣く、明日入ったらキラキラ入れます、お願いしますよ、編集お願いします、おつはるなん気をつけてねって、マイカさんもありがとう、みかんちゃんなおありがとう、そういえば扇風機壊れたか、まだ壊れてないよさすがに早すぎ、まだ壊れてないです、2つあるしね今度は、今夜は早寝て体力は万歳でいきます、明日やっぱ鼻の頭のニキビバレる、この前おしゃれなお茶、お茶っぱあげたのに、なんかお茶っぱあげたんすか、飲んだよ、あ飲んだって、美味しかったらしいです
顔が美味しかったっつってさ、花本州最南端はみかんが、え、ちょば、え、わかった、温州いや、喧嘩したこの人、この人場所の概念壊した温州どこ、温州聞いたことない、ごめん全然聞いてみないけど、わかる、あったかいから、そう、聞くもん、やっぱ聞いたことない、ハンナそれは雨だから、じゃあ皆さん、温州でお願いします、アフリカじゃなくて温州でした、すみません、おばんざいやばいな、あ、今日ここも一緒におる、そう、一緒におる、感染予防しっかり楽しんで、もちろんますか、しっかり楽しんで、あ、ケンケンさんが初見、本当に、こんばんざい、あ、もじもじいるの、ありがとう、水沢です、お願いします、あのチェキを早めに取っちゃう水沢です、お願いします、お湯ね、沸いたしんど、沸かしてたじゃんなんでタメ口なんだ、タメ口になっちゃうんだよね、なんか明日早いやろって、もしかしてモンドル、それはやばい、寝かしてコンビニ行ってください、行きたい、お腹減った、配信しますって、マイカ様って言わないと、あ、そうだったか、やったことなくてよくわからなかった、ホテルに泊まりは絶対勉強どころじゃないと思ってるだけそうね、疲れちゃうからね、確かに頑張ってね、ありがとう、ね、アホの伝道師違います、やべえやべえ、さすがに本州わからないのはちょっとマイカよ、アホ姉妹アホ姉妹言うな、アホ姉妹じゃないです、片方ねアンナが分かるわけないだって、自分のこと片方ねって言ってる、違うやばいな、あの人結構あるな、あ、そう、よく分かったね、おぉ、すごい、うん、あ、もう大変ね、本州どっちのセリフだよ、こっちのセリフな、こっちだよ、こっちが言って言いたいのよね、それみおちゃん、これありがとう、こまじゃ、みおちゃん、本州は北海道、四国、ね、九州の大陸のこと、こ、待った、これを落ちてば、なんかやってるわ顔が、北海道、みおちゃんこんばんは、四国、九州以外の大陸のこと、北海道、四国、九州以外の大陸のことを本州って言って、それの最南端だってどっちも分かってない、北海道分かんねえや、じゃがいも、東牛乳、東北はだダメです、最初何言ってっか分かんなかった、メスメスメスって言った誰かやばい、私よりバカでやっぱり聞こえんかったもう一度ブレンと分かんない、今でも分かってない、こんな質問できなくてさすがにえ、なん、何かごだった気がする、どっかの国の言葉って書いてあった気がする、日本じゃないんだ、日本じゃないです、え、シルブプレっていうのがどっかの国の言葉で、それ何言ってんのか分かんなくて調べたら出てきた、ちなみにレオナールみたいなの全く分かんなかった、乳白色合ってる合ってると思って全部調べてた、そうなの、そしたらそういう絵があるみたいです、すごいちゃんと調べてるじゃん、北斎の絵に乗って旅に行くっていう、絵に乗ってみたいな、そういうことよ、らしいで知らんけどこんばんは、いだら聞きそう、うささんこんばんざー、はじめましてだろ、ここ本当にうささん久しぶりじゃん、部長さん、あ、ラーメンのか、こんばんざい、ラーメン部長です、ありがとう、こんばんざい、言ってくれてありがとう、久しぶりすぎてびっくりしちゃった、覚えてる、はるなです、水沢はるな、はるなルームでやってました、岡田です、岡田春奈こと改め水沢です、クラマンさんこんばんざい、山口、大阪も東京も本州でしょ、今日から明後日行くと思う、え、本当、もうやめて、悲しくやめて、明後日ってことは開き直りすぎ、どこでもいいのあるの、そうやな、会える楽しい、え、和歌山がこっち、金城さんこんばんは、ゆうちゃん、まゆかちゃんこんばんは、こんばんは、パパ水道の水が出せない、お嬢さん水道の水は出せるよいや
迷ってました。違う、待って、それはもうね、語弊バカじゃん、ただの。いや、どっちにひねればいいのって言ってました。言ってません。でも、ひまわるっていう言葉を生み出しました、ね、確かに、それはそう。5月中旬とは思えないくらい可愛いですね。あ、そんなこと。壊れない、春久保ちゃん、本物のお嬢さん。壊れたって言いなよって買ってくるか。壊れてない、ってないの。いらっしゃい、名古屋へ行ってらっしゃい、まいかちゃん。はい、お座るなんか、ありがとう。行ってきます、ありがとう。行きます、行ってらっしゃい。朝からね、ありがとう。北海道、本州、九州は、これは日本や。なんせまいかちゃん、こう、なぜ名古屋おるやん。いや、いないですね、名古屋いないですね。俺じゃない、確かに。聞いたのは私たちなのかな。裏切らない春の好きよ。ありがとう、本当。なんかやった。38だ。やった、17。39チャンス。あれだね、みおちゃんに会えるの楽しみに帰ってこれる。やはう。やった、ありがとう。前乗りなんか、ええよな。手前でお菓子とお茶美味しいですか、もっと。ちょっとここ。そう、手前で最高。やっぱ手前でしか。和歌山なんだ。もんちゃん、こんばんは。和歌山みたい。何を？あれが最南端、最南端。あれが、うん、あれが、そう。全然ピンとこない。ピンとこなかった。和歌山らしいです。こっち側だったっけ、和歌山って。こっち側ね。みかんだよね。そうそう。みかんちゃんが。名古屋頑張って、ありがとう。名古屋頑張るね。あ、キャンコおへさんありがとう。あと誰だ、みおちゃんありがとう。ありがとう。星投げたら寝るわ。お、寝ちゃうの、今日寝ちゃう。東北は豚鍋ですね、聞こえた。豚鍋初耳なんだけど。確かに、わかるかも。そろそろ終わらないとやばいよね。え、なんも。やばい、もう12時。え、やばいよ。終わります、皆さん終わるよ。一枚の住んでた気が。画面で見てるとかなりやばい。確かに。え、山口だってよ。いつ頑張る、ありがとう。はるなちゃん、お疲れ様、また明日ね。ありがとう。おいおい、こうた、こんばんざい。まいかちゃんだよ。まいかちゃんだよ。はり、ひかりびく。そう、ひかりびく。こうたさん、こんばんざい。あれ、ひらくらちゃん、なんかやったらしい。そっか、留守番か。でも、あれやんな、いないもん。ありがとう。怖いのか。また来て。今月は名古屋行かんけど、来月行ってよ。そっか、今月めいさんいないもんね。そこにいる。おー、じゃあ来月、こうたさん、向こうにいるのね。いや、会えないの。こっちにもコメントしてる。ミラマさん、このミラマさん壊すよ。フランス語でお願いします。何、うん、で距離が確かに。ここに置いてるの壊すんだよね。イモッチー、ごめんなさい。キモッチーで聞いたよ。もっとシルブプレ、もっとシルブプレって言ってるよね。苦め、もっとお願いします。シルブプレ、お願いします。だってこれ歌ったことないんだけどね。私もないっす。苦めって言ったらかなりやばい。苦めで見てんの、モンちゃん。あ、それはバカ配信だ。もっとお願いしますで、あ、どうも、もっとお願いします。どういうこと、うん、やんけ、もっとお、ね、もっとお願いします。合わな、白飛び。そうなんだ、ね、確かサウスポー一緒だったような気が。そうだよ、いつも来てくれてたやん、配信。ミッチーこんばんざい。ミッチー久しぶり、ありがとう。覚えてくれてんだね、嬉しい。ありがとう。覚えてるの和歌山だからね。分かった、和歌山だね。交互に見てるの、和歌山。101の中で足ではもんちゃんって俺が変態に思われちゃうやん。え、もんちゃん変態じゃなかったっけ、あれ、あれ、こっち、こっち側あれ、おう、災難春、災難春やばすぎ。明日、私も、ね、あ、そこも日付変わるけど、ありがとう、備えて寝ます。さっきイクラ食べたんですよ。また明日、ありがとう。ここにいる、なんだよ。すごい、でも終わるからマイカさんとか行ってね。ありがとう、コウタさん。嘘、マイカさん何の夢見たの。なあ、ありがとう。キキさんもお休み、また来てね。ありがとう。ちゃんでしょ、そりゃボクサー。こんばんざい、大輔さん、こんばんざいです。また来てね、ということで、また明日、明日はね、ちょっと名古屋遠征に入っていますので、ぜひよろしければ、名古屋に来れない方も、都内でもライブあったりするので、ぜひぜひ行ってみてください。たくさん来てね。ハリー、明日いるんだよね、楽しみ。やった、会います。遊ぼう。明日はマイカさんの目を盗んで春菜を見ます。何、マイカがなんだって。悪口言われた。悪口じゃないです。そうね、マイカさん見てください。チラ見で、あ、いる、あ、いるぐらいで見てくれれば嬉しいです。
わらさん土曜日だって。明日土曜日、おやつ聞く、いいね。ヤバトンおやすみか。わあ、ヤバトンまた食べたいな。おやすみか、ありがとう。やばい、くしゃみしていい？おー、バイトお疲れ。終わったと同時に終わってないんです恐怖じゃん。終わります。5秒カウントあります。明日やばたい。ありがとう、パパ、ありがとう。楽しみ。クリスナーでありがとう。5秒カウントあります。湧いてるって。4、3、2、湧いてる。ティマールが、ティマールが湧いてる。よかった。私ね、今ね、キズパワーパッドだっけ、これ。キズパワーパッチを両方の足に春菜ちゃんに教えてもらって貼った。だから大丈夫、ちょっと白くなってる。マイカ、おはようございます。おはよう、まーちゃん。